宇沢堺八宇沢堺八から1943年10月13日は、明治から昭和前期の実業家、政治家、衆議院議員、貴族院多額の税勢議員、下宇佐国香取郡、後の千葉県香取郡栗本村で、宇沢や重門の長男として生まれる。東京専門学校を卒業し、慶応義塾でも学んだ。1892年家督を相続した。 実業界で活動し日露戦争劇で、多大の利益を上げたが、戦後の不況に直面し、カラフトでの事業展開に活路を見出し、水産業、海運業などで成功を収めた。東洋捕鯨取締役、越中島製材取締役、神中鉄道監査役、満州製粉取締役、日清京里取締役、日本水産取締役、共済商事社長、 カラフトシスカゴード運送社長、暴走三輪社長などを務めた。政界では、1897年、カトリ軍会議員に選出され、同議長、長平参事院、千葉県会議員を歴任。1912年5月、第11回衆議院議員総選挙に、千葉県軍部から出馬して初当選。1917年4月、第13回総選挙で当選したが、 衆議院議員選挙訴訟の結果、安保軍での選挙が無効となり、同年12月8日、千葉県知事により、宇沢わふさ吉上昭一郎、木村正次郎、関和知、津田喜一、柏原文太郎、磯野隆加河関一、土屋清三郎と共に当選証書が取り消され、議員を退職し、同月に実施された再選挙で当選した。その後、第14回、 第16回から第19回総選挙まで再選され、衆議院議員を通算7期務めた。この間、農林審議会委員、土木会議議員、立憲民政党総務などを務めた。また、1925年千葉県多額納税者として、貴族院議員にご選され、同年9月29日に就任したが、千葉県の居住者ではないとして、 当選無効請求訴訟が起こされた結果、当選無効と決定され、1926年3月24日、貴族院議員を免税られた。ありがとうございます。